に勝った、ジャーロさんのオロ、ジャーロさんのオロ、こないだ銀次愛卒業したばっかの自分はもう1試合目の感動でもうなんか胸がワクワクテカテカしてもう止まらないですね。これやまたやってくれるんじゃないですか。おっとあれ入らないんですね。おっと端っこ投げて、オロのフミフミは地上ガードするとマイナスフレームが結構あるんで、はいはい、これ攪拌覚えた方がいいですね。なるほど、中攻撃とかで攪拌できるんですかね。あのチュンリーとか剣は楽なんですけど、他のキャラは各自自分で参照して覚えておくといいと思いますよ。と言っても参照するもんがないんで、やっぱ調べるしかないですね。そうですね。あーしかし調べたやつは強くなりますよ。ヤッコンが強い。お互い2マックスで 2じゃねえな、3と1。おうおう、ヤッコン多分今入れ込んでましたね、本当は確認 で、ね、エレクトリカルパレードを多分エレクトリカルパレード出てなかった模様ですけど、ヤッコンこれオロ結構飛び回るキャラだから、もしかしたら電磁うっとうしいっぽいっすね。なるほど、そこでもう一気にいった。あーちょっとこれはもったいなかったか。しかし岩の最中はオロは強いぞ、てん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 。ネクロはかなり逃げ性能高いですからね、バックダッシュが早い。これはマジで、マジでヤックンやり込み、そんなバカなでしょ。あららら、これはこれいいのかな、言ってヤックンがネクロ強いのはですね、ヤックンがネクロ戦が分かんなくて自分で調べようと思ってネクロを使ったら、ああこんな強くなっちゃった、もう強くなっちゃった。